11月4日に行われるRIZINランドマーク7 in アゼルバイジャン、日本人選手は武田浩二、鈴木千尋しか出ず、他の選手を知らない人も多いと思うので、休憩後に開催される3試合6名の選手紹介をしていきます。キャリアが不透明な選手もいることから戦績など多少間違いがあるかもしれませんが、そこはご了承ください。武田浩二、ムサエフ、鈴木千尋、ケラモフは一人一人紹介しますので、そちらをご覧ください。ではラギモフ VS キム・ギョンピョから紹介していきます。ウラル・ラギモフ、21勝9敗 6KO9 回の一本勝ち、アゼルバイジャン第4の男、バックボーンは空手、3本になり打撃寝技のできる選手になります。バンタム、フェザー、ライト、ウェルターの4階級で試合しており、適性はフェザー級ですが、ケラモフが参戦していることからライト級でRIZINに参戦。2017年には ACB71 にて中島太一に判定勝利しています。ここ最近は ACA と言われるロシアの格闘技団体にて試合をしており、直近5試合は1勝4敗になっており、4敗すべて判定負けになっています。続いてキム・ギョンピョ、12勝4敗 6KO4 回の一本勝ち、アウトサイダー、シュート、ロード FC、ロードと UFC など様々な団体で試合しており、2017年にはグラディエーターで1階級上のレッツゴータに判定勝利、22年にはロードと UFC に参戦し、1回戦で中国人に1ラウンド序盤に左フックでダウンを奪い、パウンド連打で TKO 勝利、準決勝でインドのアンシュルジュブリと対戦しスプリット判定負け。このインドの選手は後に UFC 契約を成立させました。2017年レッツゴータに勝利した後6勝していますが、3回の一本勝ち、3回の KO、TKO 勝利と完全決着させています。RIZIN41 では宇佐美翔パトリックと対戦し、グランドの展開に持ち込み見事一本勝ち、両者打撃寝技のできる選手になり、完全決着を期待できる試合になります。続いてマメドフ VS ジャスティン・スコッキンス、フライ級の試合になります。メイマン・マメドフ、6勝6敗 2KO1 回の一本勝ちになり、アゼルバイジャン出身、キックボクシングスタイルの打撃系の選手になり、ここ最近のキャリアでは1年に1回か2回ほどしか試合をしておらず、経験値としてはあまり多くありません。キャリアにおいて連勝を記録したことはなく、2022年よりRIZINに参戦して、塚本信と対戦、手塚に三角、腕十字、アームバーなど仕掛けられ、最終的に三角締めのロックで捉えられ、パンチ、肘を打ち込まれ続け TKO 負け。続いてRIZINにて中村優作と対戦、開始早々打撃を当て中村をダウンさせパウンドアウトし、見事 TKO を勝利しました。続いてジャスティン・スコッキンス、15勝6敗 7KO2 回の一本勝ち、デビューから7連勝し UFC と契約、UFC では9試合を行い4勝5敗を記録、UFC ではRIZINフェザー級に参戦中の佐々木ウルカとも対戦しており、佐々木に2ラウンドリアネイキッドチョークを決められ1本負けしています。続く試合でも敗戦し UFC から離脱し、RIZIN14 にて元谷勇輝と対戦、試合早々元谷のパンチでぐらつき、なんとか足をつかみテイクダウン、しかし元谷が下から三角締めで抵抗、そのまま頭を締め上げられ1本負けし、UFC から4連敗になってしまいます。続く試合はRIZINにて曽根一馬と対戦、蹴りからの打撃を繰り出し、曽根からダウンを奪うもののフィニッシュできず、3ラウンド目にも曽根からダウンを奪うものの試合を決めきれず判定勝利。この試合後RIZINマッチメーカー柏木氏よりダウン以外微妙な試合であったことからお叱りを受けたとのことです。その後オーストラリア、北米団体で試合をしており、現在4連勝中、両者打撃系の選手であることから、距離次第では使用試合になる可能性も考えられます。そして最後ナリマン・アバソフ VS アリ・アブドゥルカリコフ、ライト級の試合になります。ナリマン・アバソフ MMA 戦績28勝4敗 11KO6 回の一本勝ち、ムサエフ・ケラモフらとは同門ではなく別の所属になります。アゼルバイジャンではムサエフの次に知名度があるそうです。ロシアの格闘技団体で試合をしており、ガンガン前に突進するストライカー、MMA キャリアにおいて12連勝を2度記録しており、2022年にはダナ・ホワイトコンテンダーシリーズに出場、結果は判定負けになり UFC 契約することはできませんでした。直近の試合では NFC で試合しており一本勝ちしています。ゾンビファイトも辞さないスタイルから、外国人ならではの打ち合いを見れるかもしれません。そして対戦相手のアリ・アブドゥルカリコフ、12勝2敗 5KO7 回の判定勝利になり、バックボーンは3打になります。RIZINで川尻と対戦するまではロシアの格闘技団体で試合をしており、7勝0敗の成績でRIZINに参戦、試合では川尻のテイクダウンを何度か防ぎますが何度か寝かされる展開に、アームロックや肩固めを狙われますが何とか持ちこたえ判定判定3対0で川尻に軍配が上がりキャリア初の負けを味わいました。その後はロシアで試合をこなし2023年に再度RIZINのリングに上がり、才賀やんぼう達也と対戦、豪快な打撃を見せつけダウンを奪うとそこからパウンドアウトしRIZIN初勝利、両者打撃の選手から豪快な打ち合いが予想されます。以上がアゼルバイジャン大会出場選手の紹介になります。